九四スケは愛知県名古屋市出身のプロサッカー選手。ブンデスリーが2部 FC ザンクトパウリ所属。ポジションはフォワード、サイドハーフ。元日本代表、サッカー選手の宮志号は実定。トヨタ自動車野球部でヘッドコーチを務めていた父親と高校時代にやり投げで全国ランキング8位の実績を持つ母親との間に生まれた。 父親の影響で小学校の途中までサッカーと並行して野球もプレーしていたが中学進学時にサッカーだけに専念することを選択した。サッカーでは小学3年生の時から地元のシルフィード FC ジュニアに所属しその後も愛知県トレセンに選ばれるなど順調にキャリアをスタートさせる。中学に入るとシルフィード FC ジュニアユースに進み1年生時に JF エリートプログラム、2年生時に U-14 日本代表、3年生時に U-15 日本代表とそれぞれ選出された。中学時代までは主に右サイドバックを任され、当時は今のようにドリブルで勝負するようなタイプではなく、とにかくタッチライン際を何度も往復する汗かき役であった。2008年4月、地元の強豪中京大学、 附属中京高等学校に進学。この頃に、同科監督指導の下、現在の左ウィングをポジションとするプレースタイルに変わり、1年生時からレギュラーを獲得し、AFCU-16 選手権に出場する U-16 日本代表にも選出された。2年生時には U-17 日本代表に選出され、同学年の宇佐美隆や高木義郎らとともに、 FIFAU-17 ワールドカップに出場し、第88回全国高等学校サッカー選手権大会では、大会優秀選手に選ばれた。3年生時、首相として出場した第89回全国高等学校サッカー選手権大会では、チームは、初戦敗退に終わるも、1得点に1アシストを上げる、活躍を見せ、2大会連続で、大会優秀選手に選ばれた。 2010年1月に、ドイツブンデスリーガに所属する FC キルンの練習に参加し、世界に目を向けるようになる。同年8月に再び海を渡り、イングランドプレミアリーグのアーセナルと、オランダエルディビジのアヤックスの練習に参加し、アーセナル監督を務めるアーセンベンゲルから高く評価され、5年という長期契約のオファーを受けた。同年12月18日、 アーセナルへの加入が正式に発表された。しかし、宮市は英国の就労ビザ発行基準を満たしておらず、イングランドでプレーすることが許可されなかったため、2011年1月31日、オランダエルディビジフェイエノールトへ期限付き移籍することが決定した。フェイノールトでプレーする、宮市2011年2月6日、フィテッセ戦にて18歳1ヶ月23日での、 公式戦デビューを果たし、森本隆之の記録を抜き、欧州主要リーグの日本人最年少デビュー記録を作った。2月12日、ヘラクレス・アルメロ戦にて、ホーム戦デビューを飾り、プロ初得点となる先制団を左足で豪快に決め、森本の持つ欧州主要リーグの日本人最年少、得点記録を18歳1か月29日と更新した。 2月27日、FC フロー人間戦でプロ初アシストを記録。4月17日、ビレム通戦では2得点にアシストを上げる活躍で、チームの対象に貢献した。アーセナル FC、リザーブでプレーする、宮市2011から12シーズン前、オランダでの活躍によりベンゲル監督から、アーセナルのファーストチーム入りを明言され、2011年8月9日、アーセナルの申請で、 英国の労働ビザを特例で取得したことで、イングランドでのプレーが可能になった。9月20日、カーリングカップ3回戦のシュルーズベリー戦で公式戦デビューを果たした。しかし、11月にリザーブリーグでの負傷による長期離脱などが影響し、前半戦の公式戦出場はカップ戦2試合のみに止まった。2012年1月31日、ボルトンワンダラーズ FC へ。 半年間の期限付き遺跡が発表された。2月11日、第25節ウィガン戦で、後半開始から途中出場し、稲本純一の記録を更新する、日本人最年少となる19歳1ヶ月28日での、プレミアリーグ初出場を果たした。2月18日、FA カップ5回戦ミルウォールでは、初先発で遺跡後初得点となる先制点を決めた。 3月10日、第28節、QPR 戦では、決勝点となる遺跡後発アシストを決めた。その後、レギュラーに定着するがチームは2部に降格し、自身も終盤戦は、右肩の怪我の影響もあり、本領を発揮できなかった。5月23日、キリンチャレンジカップアゼルバイジャン戦で、A 代表初キャップを記録した。2012年8月13日、 ウィガンはスレティック FC への1年間の期限付き遺跡が発表された。同年11月17日のリバプール戦で右足首靭帯を負傷し長期離脱。2013年3月9日 FA カップ準々決勝エバートン戦で約4ヶ月ぶりに復帰を果たすも相手選手との接触により、再び右足首靭帯を負傷し後日手術を受けた。 最終的に2012から13シーズンの公式戦出場はわずか7試合に止まり、チームも2部に降格した。なお、宮城にとっては2年連続となる2部降格を経験した。2013から14シーズンはアーセナルに残留。9月18日、欧州 CL の第一節のオリンピックマルセイユ戦に途中出場し、CL 本戦デビューを飾った。 9月24日、第5節ストーク戦で、アーセナルでのリーグ戦初出場を果たしたが、リーグ戦出場は、この1試合に止まり、2014年3月には、ハムストリングを負傷し戦線離脱となった。2014年9月1日、昨シーズンからアーセナルに復帰していたが、怪我の影響も、あり、なかなか、トップチームの出場機会がなかったため、オランダ一部 LDBG の FC、 中園定のレンタル遺跡が決定した。スタメン起用が続くもインパクトは残せず、2014年11月1日のヘイレンヘイエン戦で、FOX、NL の解説を務めていた、ハリー・ファンデル・ラーンに、前線で極端にひどいミヤシがスタメンで固定されているのは、商業的理由でしかあり得ないとコメントされた。その後、コンディションを戻すためにトップチームを外れて、 ヨングトゥエンテイでのプレーが続いた。2015年3月23日、FC、トゥエンテがレンタル遺跡の契約満了を発表した。6月10日にプレミアリーグから開示された資料で、アーセナルとの契約が解除されていたことが明らかになった。2015年6月18日、ドイツブンデスリーが2部の FC、ザンクトパウリエ、フリーで移籍した。しかし、 7月18日に行われた、親善シアイラーよバジェカーの戦で、左膝前十字人体を断裂、23日に手術を受けた。2016年4月1日、第28節の1、FC ウニオンベルリン戦で復帰し、5月15日、最終節の1、FC カイザースラウテルン戦で遺跡後初先発して2得点、1アシスト。2016年8月8日、 開幕戦の VFB シュトゥットガルト戦で途中、出場した。10月14日、ドイツカップ2回戦のヘルタ・ベルリン戦で負傷から約1ヶ月ぶりに出場。2017年6月28日の紅白戦で、以前の怪我とは、反対側の右膝前十字靭帯を断裂。同年8月9日に契約を2019年6月まで2年間延長し、 2018年3月にテストマッチで復帰し、同年4月28日に公式戦復帰するが13分で負傷交代。2018年9月21日、第6節の FC インゴルシュタットレイン戦で怪我から復帰し、途中出場で決勝ゴールを決める活躍を見せた。2018から19シーズンは数回負傷による離脱があったものの、年間通して、 出場機会を確保し25試合後得点を記録した。2019年8月16日、第3節の VFB シュットガルト戦では、人生初となる3試合連続で、サイドバックを務めた。9月21日、第7節の VFL オスナブリック戦では、本来のサイドで起用され、今季初ゴールを決めて、マムに選出された。 50メートル5秒台の快速を生かした爆発的な加速力と縦への突破を武器とするウィング。イギリスのデイリーテレグラフ氏によれば100メートルを10秒6で走ることができる。ポジションは主に左サイドでプレーするが、右サイドでもプレー可能。両足を器用に使うことができ、ボルトンでは左右両方の CEK のキッカーを任された。ユース経歴プロ経歴その他の公式戦その他の 国際公式戦出場歴ウィーガン、アスレティック FC アーセナル FC。ありがとうございます。